こんにちは、マリボーです。今日は私がもうすぐ引っ越すことになったので、その引っ越す前のお家をちょっとシェアしたいなと思って動画を作ることにしました。特にまあ、あんま面白くないかもしれんけど、なんかね、こんな感じのお家に住んでたなっていうのを私も記録に残したいなと思ったので作ることにしました。では早速始めていきます。はい、まず玄関です。で、入ったらすぐに最近のバンビが迎えてくるもんしかって、いつもジャンプしてるかわいい。お、すごい飛ぶ。OK。で、ここがキッチンです。特に何も変わりがない。で、最近買ったブレンダーと冷蔵庫も普通です。ここにはバンビのベッドもあります。こんな感じかな、普通のお家です。で、入ってすぐ、でここには彼が大好きな大室があります。これはいつもこんなあるわけじゃないけど、今ね、引っ越し前でちょっと断捨離をしてるから、ちょっとここにいっぱいあるだけです。私の大好きな靴たちもいっぱいある。まあ、いつもシェアしてるのでね、私も彼も履いてます。で、このお家はワンベッドルームなので、ここリビングがあって、向こうがベッドルームってな感じになってます。で、テレビは彼と今2人暮らしなんですけど、見る暇がないのでケーブルもつないでません。なので、もうテレビネットでつないで、ネットフリックスとかね、見る用のテレビです。で、これはクリスマスツリー、今ね4月なんですけど、なぜここにあるかというと、なんかクリスマスが終わったから、じゃあ直そっかってなった時に、でもなんか直したら寂しいからちょっと取っとこうよって言ってて、だから多分引っ越す時に、まあね、ようやく直すんじゃないかなと思います。確かになんか直すってな、片付けるってなったらちょっと寂しいなって感じしますよねはい、って感じで、ここには私の大好きなカスミソウの花、なんかスーパーに行ってたのでこの前ね買ってきました。ここにはいつも私が YouTube 撮ってる時に写ってるブラウンと、私の大好きな何ハリネズミのぬいぐるみがあります。で、これが大きいソファーです。大きいソファーっていうか、友達が来た時にもう全然余裕で寝れる大きいベッドじゃない、ソファーです。でね、バンビがいつもこうやってこの間から見る、あね、散歩行きたいんだろうけどね、今日雨だからね濡れちゃいます。ここにはじゃ、これは見せれないけど、まあ、2000ドル20万ぐらい貯めようって言って、今ねハワイに行きたくて、もうね、かなり重いですよ、この貯金箱。もう持てないもん、片手で持てないぐらい重い。多分こんぐらいまで入ってるかな、もうすぐ貯まると。私と彼の大好きなお酒たちがいっぱいあります。なんか飾りがあって、向こうにもマリリン・モンロー、じゃないよここにもオードリー・ヘップバーンのやつが飾ってあります。で、これは私がね、ダイエットこの前した時に5キロじゃあ3キロ痩せたらこれ全部買ってもらうって約束で、全部この前に買ってくれましたすごいね、なんかこれは頑張って達成しました。でもそれからリバウンドしたのでね、また痩せます。で、ここには、まあ、洗濯機と、なんだっけ、乾燥機が入ってます。こっちのお家あるあるですね。で、ここは普通のバスルームです。特に変わってるものはないかな、普通です。で、私たちの大好きなラッシュのバスボムは常に5、6個ぐらいはあるかな、
買ってなくなりかけたらいつも出してます。私の大好きなサンローランのね、化粧違う香水です。で特に、ね、いつもと変わらないようなものがあって、下にはタオルとドライヤーが入ってたりして、私のなんか化粧品とかはもうこのポーチに入ってる分しかないです。特になんか女子な感じのやつはありません。とこれは鏡、全身鏡になってるけど、ここは彼の洋服とかなんかちょっと物置みたいになってます。でここがベッドルームです。特に彼のクローゼットと私のクローゼットがあります。こんな感じ、すごいシンプルでしょ、何もない。こっちに行くと私のクローゼットです。特にもうね、だいぶあの洋服とかもだいぶ捨てて何もないので、もうこれも私のキャリーケースが2つと、なんかあとこれは教科書とかね、早く捨てなきゃいけないやついっぱいもあるけど、まあそんなにね物はないかなって感じです。これ服入ってたけどもうほぼ空っぽです。ほぼ捨てました。ね、もう見ての通りすごい靴がいっぱいうちあるんですよね、彼の大好きなっていうかね、なんか靴箱にももう山ほど入ってます。こんな感じです。でちなみにね、この枕は私も肩こりがひどいので、もう本当におばちゃんみたいなんですけど、この肩こりひどすぎて、あの日本にいた時にね前枕作ったので持ってきました、わざわざ日本から。それぐらい枕大事です私にとって。はい、では次にね、お家についてるアメニティ、なんかジムとかがついてるんで、そういうのもちょっとだけ紹介しようと思います。ちょっとだけ。はい、ここは中庭みたいなとこなんですけど、すごい雨だからね景色あんま良くないけど、こんな感じで庭になってて、なんか水が張ってあって、すごいね天気良かったらすごい綺麗なんですけど、こんな感じで庭になってます。花とかがちゃんと春とかねすごい綺麗に咲くんですけど、であそこの中庭見えるかな、あそこにあるのがなんかスタジオみたいな感じで、ヨガとか多分していいのかな、あそこで料理できるとこもあります。こんな感じです。ここね、ジム終わりとかに夏ここ夜ね星を見ながらまったりしてます。この階段降りると、ここにはジャグジーがあって、右に行くとスイミングプールもついてます。でこの上が吹き抜けになってて、さっきの庭につながって、なんか庭のとこから光が入ってるって感じになってます。まあ、見えないけど結構大きめのねサウナもついてます。ここがロビーです。すごいね、でかい、はい、という感じでざっとしたルームツアーでした。特にねなんかあまり面白いものもなかったかと思うんですけど、はい、こんな感じです。で全部もう落ちそうとしたんですけど、人がいっぱいいたのですいませんでした。でも結構ねジムは広くて、なんか定期的に新しい機械になってるので、すごい綺麗ですごい使いやすいジムです。あまりね行けばいいんですけどね、行かない、全然行かないけど、うん、いい感じのジムがついてます。はい、という感じで簡単なルームツアーでした。はい、という感じで今大体のお家の感じを撮っていったんですけど、このねアパートはすごいねなんか立地が良くて、駅からもすごい近くて、であのすぐうちからなんて言うんだろう、あのすごい海辺が見えてすごい綺麗です。 でこのアパート自体になんかスーパーとかなんかいくつかレストランもついてたり、あとは何かあるかな、ネイルサロンとか、あとリカーストアも入ってます、お酒屋さんとかも入ってて、だからもう究極の話、家に行って何でもできる感じですね。すごい便利ね。やっぱりでも家賃はねやっぱり高くなるみたいで、
で、私はっきりしたやつ今わかんないんですけど、彼がね今払ってくれてて、次のお家はね私もなんかずっと住んでるのに払ってないのすごい嫌だから、もう次のお家から絶対払うからねって言って、もう 払いたいって言ってるので払うことになりました、ね、仕事頑張らなきゃいけない、ね、でもすごい高いですね、やっぱ家賃 はっきりは分かんないんですけど、大体のそのね、やっぱりダウンタウンじゃないところだと結構安くなるんですけど、バーナビーとかサリーとかは、あとねリッチモンドとかになるとすごい安くなるって聞きます。でも、まあ、安いって言ってもね高いけど、でもやっぱりダウンタウンとかになると大体のあのワンベッドルームの相場が、まあ、2000ドルぐらい、まあ、20万ぐらい前後ぐらいするので、すごいね高いです。私の今住んでるところはまあねこういうとこなんで結構するかもしれないけど、でも次住むとこはねもうちょっとすごい高いので、でもここより広くてあの綺麗なお家になるのでね、楽しみにしてます。すごいねここ引っ越すってなった時にもう嫌だ絶対、もうなんかここの方が絶対いいとか言ったけどね、もうねレノベーションその新しくしてそのオーナーが売りたいってなってもう決まったことなのでどうにもできませんでした。やっぱりでもね人気エリアなのですごい高いです。このワンベッドルームでも1億円ぐらいしますからね、買うとしたらもう高い、めっちゃ高いです。だからねカナダってなんかバンクーバーと高いなって本当に最近感じました。はい、でそんな感じです。楽しんでいただけたなら嬉しいです。では動画が好きだったらいいねボタンを押してください。バイバーイ。